皆さんこんにちは。こんにちは。メタンは朝ごはんをちゃんと食べてる？食べない日もあるわね。案外なんとかなるわよ。朝ごはんは食べると元気になるから、今日はとっておきを作ってあげるのだ。ホットケーキかしら。今はパンケーキって言うみたいだね。商品名は豆板焼きパンケーキ、4枚入りで値段は298円なのだ。トップバリューであることに何の疑問も抱かなくなった私。この保存温度変更者って何かしら。例えば工場で作られたものを倉庫で冷凍保存して解凍してお店に納品する場合、新しい賞味期限と設定した会社を表示する必要があるのだ。今回はイオンフードサプライが解凍を担当したってわけね。このパンケーキはオーブントースターか電子レンジで温めて食べるみたいだね。作ってるのは大阪府豊中市のマリンフード株式会社、トップバリューだとチーズやマーガリンを担当してる会社さんだね。これだけじゃなんだから、ちゃんと愉快な仲間たちを用意したよ。どこかで見たようなパッケージ。作ってるのは森永乳業株式会社だよ。これはトップバリューの安い中国産の蜂蜜、加工は三重県の工場でやってるのだ。そういうパターンもあるのね。じゃあ袋から出すね。大きさは直径12から13センチ、高さは中央が 1.5 センチで外に行くにつれて低くなってくよ。1枚の重さは約 66.5 グラムね。じゃあ温めていこっか。今回はどうするの？電子レンジがいいんじゃないかな。500、600ワットどちらも温め時間は同じで、2枚だと40秒、重ならないようにするのだ。冷たかったのかしら。ほんのり温かいってくらいだから20秒追加したよ。これくらいがちょうどいいと思うのだ。今日の飲み物はトップバリューのドリップコーヒーだよ。このマグカップだとちょっと大きくないかしら。半分までにしとこっか。砂糖は入れる？パンケーキに蜂蜜をかけるならなしでお願い。これで準備が整ったね。2枚を重ねて上にバターをのせるのだ。今日はリンゴがあったからこれも添えちゃうね。果物って結構するのよね。今回使うのはサッカー選手が作ったリンゴなのだ。どういうこと？ J3 リーグに所属する福島ユナイテッド FC ってクラブがあるんだけど、東日本大震災の風評被害をなくそうと農業部を立ち上げ、地元の人たちと農業をしてるのだ。お手伝いみたいな感じかしら。結構がっつりやってるみたいだよ。福島に所属する樋口選手は FC 岐阜に在籍したことがあって、それで知って面白そうだったから定期便を購入したのだ。今回の J リーグのねじ込み方は予想外だったわ。今年のリンゴの販売は終わってるけど、お米はまだいけるみたいだから、気になる視聴者兄貴や姉貴は福島ユナイテッド農業部で調べてみてね。もういいかしら。 OK なのだ。パンケーキと蜂蜜の香りがいいわね。シロップ系の匂いって引きつけられるものがあるよね。テーマパークで甘いポップコーンが売ってるじゃない。すんごい甘い匂いするよね。人を集めるために強めにしてるのかしら。大きさはこれくらいにして、いただきます。どうぞなのだ。これすごく美味しいわね。蜂蜜とバターが生地に染み込んで思わず笑顔になっちゃう。でもね、私思うのよ。これってパンケーキより蜂蜜の力が大きいわよね。わ。そうなんだよね。パンケーキ自体の味ではないのだ。パンケーキ単体の味は甘さ控えめで、これといった印象はないわね。何かをかける前提ならこれくらいシンプルでいいかも。じゃあ星評価をお願いします。単体は星3、いろいろトッピングをしたら星5ね。これだけで朝食を済ませようとするのは難しいかも。パンコーナーでホットケーキっぽいものを買った方がいいわね。やっぱりこれは土台って感じ。スポンジケーキだけで食べても美味しくないのと同じよ。美味しいものをたくさんかけて食べましょう。じゃあ今日はこの辺りにしよっか。それでは皆さん、ごきげんよう。ホットケーキは和製英語で、パンケーキって言わないと通じないみたいよ。